ゲートの中です。スタートしました。タイコンチェルト、ちょっと遅れました。先手の取り合いですが、ウエスタンマガジン、外から12番 K1 フラッグが一気に行きました。連れてキクノミンストレル、8枠2頭です。その後内をついてウエスタンマガジン、2番手の内に並んでいます。4番手は外からカラーガー、この辺り白百合富雄が4番手、3番手の外に並んでいます。そしてその後方にカラーガード、外を回りましてカーネギーヒカル、内をついては鹿島東証、あとは2馬身差、ウエスタンマガジンなどが差を詰めていますが、1番ストをついてカラーガード、4コーナーのカーブから直線に向きました。間には東海帝王と前が5頭ぐらい固まっています。東海帝王が直線に向いたところ抜け出しにかかります。そして懸命内に1番の鹿島東証、さらには外からカラーガードも一線になりました。間にはウエスタンマガジン、2番手は3頭広がっています。東海帝王抜けて3馬身のリード、2番手にはカラーガードが上がってきた。1番の鹿島東証が3番手か、東海帝王ゴールイン。東海帝王は鮮やかにデビュー戦を飾った。